ケイナイトでーす。本日は今からライブシンフォニアさんで、無観客ライブをやっていただきました。 CDA の、全クリエイトの発表があったんですけども、プラス新衣装まさにラジオかな、確かな。で、次の衣装、何がいいですかみたいな話してて、白色がいいよねみたいな話してて、で、みんなで、ね、自分の個性に合った衣装を探してきて、でちょっと解像度したりして作ったんですけど、どうですか。我々は、キングアンドプリンスさんの先輩として、やっぱキングアンドプリンスさんの先輩として、キングダムアンド、キングアンドザマンハーツ、キングダムハーツの先輩として。けど、てかアスカなんか自分の赤全押ししすぎじゃない。言っていいの。言ったやん、その感じか。赤入ってるけどいいみたいな。いやでも俺のほら入れたよ、ほら。あれ違うの、あのね、あれ俺は、違うの、違う、俺は本当に、あの、その、みんなもっと入ってるから落ち着けや。だってさ、選挙みたいじゃない。あ、いやほら、さくやだってな、黄色入れて、はい、入ってますよ、ちゃんと。いや、サウンドさっき自分のな、緑色入れてな、うん、なんか、おもろくない。ちょっと、こうやって、ショートコントっていうか。ショートコント結婚式結婚式すごくおしゃれだよ、俺これいいなと思ったもん。いいですね、エンジンの入って、うん、かわいいですけど、なんか、ね、馬とか飲みたいね。あの、白馬そういうさ、なんか、これね、これはすごいよね、アイカンは。今まで自分で衣装作ってるんですけど、今回原型なくなったよね。最初のやつ全く違う、ね、12時間かかりました、作るの。でも、これが完成ではないじゃないですか。いやでもな、アスカーが入ってるから俺たちは色入れなくていいんじゃない。ちょっと待って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 。めちゃディスってくるの。いや、その時はお似合いですよ。これの理想としてはね、カズは白い帽子、みのりさんはなんかこの辺になんか白いライオンみたいな、ライオンの顔、踊りのライオン、これね。いないから、そういうグループいないんですか。おじさま、アスカさん。そうですね、あ、でも、どうしたんですか、どうしたんですか、竹谷さん。小さい。なんで編集してるんですか。まあ、本来の姿に戻ってたり、今までそのダンスボーカルシーンに合わせて、みんなに合わせてやってたんですけど、なんか、この地肌感じゃなかった。絶対に、本当だ。この地肌感じゃない。あ、じゃあ、ちょっと俺、会議を手伝う。どうですか、俺のセンス。これ何がいい。ここ何、これはなんか元からついてたんですけど。いやいやいや、ここから先ちょっと立ち入り禁止みたいなやつなんか。キーパー。誕生日を迎えました、4月4日です。イエーイ。はい、一つ年を重ねたということで、かっこいいよね、その、いろいろ本当に成長しなきゃいけないなと思って、いたじゃない。で、ということでですね、本当に一回一回ステージに立たせていただくのも、すごい感謝の気持ちをしたいし、あ、すいません、コメント取ってるんですよ。あ、そうかそうか、そうなんです、いいよ、続けて。いや、でも、サワコスさ、帽子と、そうなんですよ、ステージに立たせていただくって、すごいことじゃないですか。で、すごい感謝の気持ちを込めて、立ちたい、立ちたいと思ってます。はい。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。ひどいっす。見てください、僕の誕生日プレゼントが養生テープ、沢和の色です。あれだね、俺のさ、沢和さんあげるわ、いらない。いいよ。はい、まあそういうグループです。あ、でも本当にプラスに、また頑張りますので、ユナイトのこと、そして青山さくらのことをよろしくお願いします。はい。おアスカ、アスカ、おアスカ、死んでてましたよ、死んでました、本当に。何の曲なんですか。グッチのおネックレスなんですけど、えマジじゃん。これ僕がつけてるやつと
同じっていうか、ガチでガチじゃん。違う俺がこれつけてるよって見せに来ただけ。でててーててー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 おめでとう、おめでとう、表情テープもらって、いいのを見せてもらって、ネックレス自慢されて終わりです。これあれなんだね、チョコはあれ。はい、このチャンネルが面白かったと思う人は、グッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、ということでね、はい、それでは、お楽しみに。